こんばんは。してないわ嘘。してないわ嘘です。ね、分かってるよね。すごい。本当にすごいんだよねー。ハートありがとう。開かない。開かない。もう本当に本当にね、いろんな話だよ。学校のこととか、今どんなこと仲良くしてんのとか。もうさ、そう、自分もサーダーと一緒に DMM 見て、もうさ、DMM 見ながらさ、本当にもうずっと言ってんの、ずっと言ってんのね。可愛かった。可愛いんだよね。顔が可愛い。顔が可愛い友達です。開かないな。片手じゃ開かないよね。片手じゃ開かないんですよ。昇格発表はね、見たっぽい。私とは見てないです。私はもうなんか見れないです。昇格発表見れないですね。こんばんは。開かない。太陽開けてきました。あんた顔可愛いからなんでも。あんたって言われるんだよね。あんた。なんか。あんたって感じじゃなくて、あなたみたいな。あなたみたいな感じで言われます。メール取ってないですね。あんまね、分かってないからみんな教えてあげてください。あんたってどういう意味って言われた。説明しました、ちゃんと。あんたってどういう意味、そこから始まりました。まあ、あんた。あんた。って言われてました、ずっと。あんたは違うよとか言われてました。クセ強めだね。クセ強いんだよね。テレマガシー、テレマさんありがとう。あんたさーって、あんたさー、何回目、本当に13期に入ってきてくれたら嬉しいですね。やば、 LINE 帰ってきました。これグミなのかな、ソフトキャンディーって書いてある。ソフトキャンディーなんだ。じゃあお姉ちゃん出身、ありがとうございます。サワーペーパーだよ。フルートみたいな食べ方するくない。フルートみたいじゃない、今なんかフルート吹けますよみたいな感じじゃない。本当にこのお菓子意味わかんないんだよね。意味わかんないけど美味しい。こんばんは。ご飯食べました。今日もまた美味しいものいっぱい食べました。本当に
や、さすがに千葉から名古屋まで見に来ないですよね。さすがに見に来ない。お昼は、お昼はハンバーグ食べて、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しかった。今、おとともさんとサダさん、おとともって言ってた。おとともさんとサダさん語る、語る会してる中でさ、こんなさ、ブサイクなさ、ツラでさ、初めて言ったよ、ブサイクなツラでさ、配信してるのヤバめだった。そう、ごちそうたくさんなんだよね、たくさんなんだよね。めっちゃ美味しいハンバーグ食べて、ランチ、ランチでもうランチでディナーみたいなハンバーグ食べちゃって、夜は和食を食べに行きました。めっちゃ美味しい、カニ、カニ、イクラ、ホタテ、美味しかった。こんばんは。あ、面白かった？イエーイ！タコ、だるま、ありがとう。やっぱ私、ホタテの、ホタテの刺身？ホタテの刺身がめっちゃ好きで。美味しいんだよね、めっちゃちっちゃい時から食べてる。カニいくらほどでやばい。オーディションの傾向と対策。私がですか、私がオーディションの、なんか気負わないでいいと思うとかでかっこいいこと言っちゃうよね。気負わないでいい、落ちたら落ちただし、受かったら受かっただから、何も考えずに受けを狙っていけばいいと思います。なんかどれだけ覚えてもらえるかじゃないですかね。とか言うとちょっと無理しちゃってキャラがなんか確立されちゃうから、なんか人と違うことやろうっていうより、人と自分が何が違うかって考えて出すんですよ。それで私は西田敏行さんの顔真似が人と違うなと思ったから出したんですよ。こんばんは。どんな参考書？お菓子かな。お菓子食べてれば大丈夫だと思う。こんばんは。正直なんか書類はさ、もうどうすればいいか分かんないよね。書類はもう嘘つかずにもう思いっきり書くしかないよ。こわいや、モノマネ歴の方が長いですね。西田敏行さんをなんか知ったのは結構前だろうけど、なんかこうドクター X はハマったから。モノマネは簡単にはやりませんね。簡単にはやらないです、モノマネは。はい、簡単になったらもうそれは価値なくなっちゃう。またそれやるのってなったら終わりなんですよ。もう飽きられてるんですよ、それは。飽きられちゃいかん、いかんということで。飽きまへんで、飽きまへんでということで。珍しいです、私の前髪が固定されてないのも珍しいですね。なんかアーシャめっちゃ褒めてくれましたよ。アーシャがいいって、漏れてるって。
飽きまへんで飽きまへんでって感じです。本当アーシャいい、うっさー、本当なの。来まへんで、こんばんは。めちゃ楽しかった。そう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 、こんばんは。うん、珍しい人が1位にいる男女。チャオチュールみにゃだよ、こんばんは。え、やっぱ黒くチカチカするよね。私もします。なんだろう、電波悪いのかな。でも鈴木はね、千葉出身なんだよね。うん、でもありがとう。こんばんは。ハートもありがとうございます。えぇ、シャッター都会の女だった感じするって。こんばんは。え、ね、私千葉弁とかないんですよね。てか千葉弁ってあんのかなって感じ。こんばんは。今日も非常に可愛い、ありがとう。お母さん電子レンジ使ってる？え、うん、使ってないよ。あ、電波の話か。電子レンジ使ってないよ。こんな時間に電子レンジ使わないと思う。千葉弁ってなんだろう。すいません。え、千葉弁ってあんのかな。なんか私は生きてきた中で千葉で千葉弁を感じたことはないんですよね。こんばんは。めっちゃさ、そう、めっちゃ標準語なんですよ。標準語で生きてきた。パパにご合格のご褒美何を おねだりした。え、何も、特に何もですね、何もですね、まあ、昇格祝いなのかな。美味しいハンバーグ食べた今日、パパと2人で。で、お菓子もいっぱい買ってもらった。こんばんは。こんばんは。
こんばんは。こんばんは。こんばんは。ハンバーグ美味しかった。だるま、ありがとう。なんかめっちゃ髪伸びたの実感して、今日こうやってさ、こうやって手ぐししたらさ、めっちゃ伸びてて、後ろらへんがびっくりした、びっくりしました。こんばんは。お腹空いてきた。ご飯食べてください、食べてください。ご飯はたくさん食べてください。でもやっぱ和食が一番いい、好きだなと思った。なんかもう本当に切らないよ。なんか和食って胃に優しい、胃に優しいんだよね、本当に。胃に優しくて、和食食べた後もう最高。なんか胃が浄化された感じがする。逆になんかもう和食っていいなって思いました。こんばんは。外跳ねしてこない？ちょっとね、襟付きの服着てたらね、外跳ねするよ。ちょっとめんどくさいよね。社務会まであと2週間。あー、お菓子食べてるから言ってるのお菓子食べてるから言ってるの、それ。社務会まで2週間だけど、お菓子食べてるけど大丈夫みたいな言ってる、それ。もしや、もしや、もしや。こんばんは。そう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 、わかる。え、そうなの。もうさ、和食って正義だなって思う。ちょっと誰か好きな言葉変えてきて、私のプロフィールにさ、和食は正義和食とか入れてきて。出てきちゃってー。こんばんは。お味噌汁の具は何が好きですか？ハートありがとう。お味噌汁の具はです、大根とじゃがいもと人参入れるやつとか、あとはなんだろう、青さ好き。今日は青さだった。青さはもう入ってれば入ってるほど美味しい。だるま、ありがとう。ハートありがとう。入ってれば入ってるだけ嬉しいですね。あ、お菓子は別腹枠ですね。豆腐嫌いなんだよ、お皿。珍しいタイプでしょ。名古屋のお味噌汁あんま飲んだことないかも。でも名古屋ってだってさ、お味噌が有名でしょ。美味しいんじゃないの？どうなの？ヤバトンとか有名なんじゃないの？ヤバトン。豆腐嫌いなんですよ。豆腐がすごい苦手で、ちょっとびっくりなんだけど。自分でもびっくり。びっくり！ママより上手かも。赤味噌美味しいよね。わかる。赤味噌美味しい。なんか一時期赤味噌めっちゃハマって、小6くらいかな、中2くらいかな、で赤味噌めっちゃハマって永遠に赤味噌のお味噌汁飲んでたら嫌いになりかけた。こんばんは。やっぱさ、好きなものもさ、いっぱい食べてると良くないよね、本当に。味噌煮込みうどんはね、お店では食べたことないんだけど、ママが作ったやつを食べた。使
つけて味噌かけて味噌持ってないんだよね。美味しい。あ、でもなんかね、一回だけね、ちょっとそれっぽいのね、食べてみたよ。それっぽいのって何って感じだけど、好きなものずっと食べちゃうの。そうだよね、もう美味しいって分かったらさ、もうさ、ずっと食べちゃうよね。分かる。そういうタイプの人間だよ、サラ。美味しい味噌煮込みうどん食べた方がいい。ラーメンは嫌い派ですラーメンは嫌い派なの。家族はラーメン好きな人多いっていうか、まあ人間自体ラーメン嫌いな人の方が少ない気がしてるんですけど、気がしてるなんですけど、ラーメンが苦手です。ラーメン苦手なんですよ。すいません、なんか一緒にラーメンを食べることはできません。ラスルタースター。ゆずぼさんが味噌煮込みうどん大好きなの。じゃあサラも大好き。味噌煮込み大好きですね。ゆずぼさんラブ、こんばんは。東京の方がラーメン美味しいんだ。そうなんだ。本当？本当？そんな変わるの？びっくり。こんばんは。こんばんは。チャーハンもそんな好きじゃないんですよ。残念なことに。餃子は食べれます。でも餃子は食べれる。こんばんは。こんばんは。どうもありがとう。うんふん。こんばんは。そうなんだ。じゃ逆に名古屋が美味しいのは何？やっぱ手羽先とかなのかな。餃子美味しいよね。もともと苦手で、てか中華？もう中華料理屋のあのメニューがだいぶもともと苦手だったんだけど、餃子食べれるようになった。28時間以降ゆずぼさんと話したか。連絡してます。私がね、連絡しちゃうから返してくださるんですけど、連絡しちゃう。寂しいから。なんかもうだってね、エス公演もあとちょっとしか出れないわけであって、もう普通にしんどいので送ってしまいます。てか割となんかどうでもいいことを、どうでもよくない、どうでもいいことをあの先輩に送っちゃうのやめた方がいいと思う。私忙しいのに。だるま、ありがとう。どうも、ありがとう。こんばんは。よくないかった。だるま、ありがとう。だるま、ありがとう。ありがとう。大幅？パチクリって感じ？めんどくさい女だわ。ただのどうでもいいニュース、どうでもいいニュースは、なんだろう、
あ、香水が半分くらいまでなくなった。どうでもよすぎでしょ。どうでもよすぎる。千葉？千葉といえば？なんだろう。それ知らないな。ラーメン屋さんわかんない。いい線いったって。いや、わかってる。やっぱね、女の子はわかるんだよね。ちょっと香水半分使うって結構すごいことなんだよ。結構すごいこと。なかなかなくならないもんなんだよね。そうなの。え、 B 級グルメって何ですか？しんちゃんの映画のなんちゃらグルメしか知らない。 B 級グルメって何ですか？ B 級ってことは SAB の B ぐらいってことかな。絶妙に美味しいみたいな。感じですか？簡単に言うとジャンクフード？マック？マック。安価で庶民的で美味しいグルメ、マック。ねえ、あの倍のハンバーガー食べさせたらね、美味しいって言ってたよ。ハンバーガーの倍。お肉、お肉のやつ。やっぱ美味しいって言ってたよ。こんばんは。あ、どうも、ありがとう。マックは世界どこでも食べれるから。そんなこと言っちゃダメ。マック食べれない子もいるよ。だから私はマックをありがたく食べてます。こんばんは。ちなみに新しく始まったパンケーキバターパイ食べてみたんですけど、ちょっとあれだったかも。うん、あれだったかも。ちょっとあれだったかもしれない。あ、どうもありがとう。あ、どうもありがとう。なんかね、ちょっとね、うん、なんか食べ、一口目もうパイ生地、揚げ物の味、パイ生地って感じで、二口目でちょっとパンケーキの生地が出てくるんですよ。で、半分ぐらい過ぎるとメープルのゼリーみたいなの入ってて、ふぅみたいな感じだったよ。だるま、ありがとう。やっぱバタースコッチパイに勝てるものはないかもしれない。あ、めっちゃ美味しかった。こんばんは。本当にパンケーキがあのパイ生地で巻かれて揚げられてる感じです。そういう感じ。こんばんは。三角チョコパイも美味しいよね。美味しい。バタースコッチパイ美味しいよね。あれめっちゃ美味しかった。びっくりしました。あ、どうもありがとう。あ、どうもありがとう。こんばんは。こんばんは。サルちゃんのレビューは信憑性あるな。本当本当、それは良かった。
でどんどん食べて、どんどん食べて健康になろう。ツーショットの座り追加します。ありがとう。こんばんは。おがきっすね。じゃらららららら、じゃんじゃらららららら、こんばんは。うんうんうん、だるま、ありがとう。メガネ買いました。メガネ買ったらさ、送ってくれるっていうさ方いてさ、どうしようかなと思ってるどうしようかなと思ってる。普段使いしようかなと思ってる。こんばんは。こんばんは。こんばんは。そう、なんか送ってなんかね、メールの返信でプレゼントしてくれるってね言ってくださるって言った方がいて、その返信が更新される前に買いに行っちゃったのよ。どうしようと思って。だから私急にお家にメガネ大量発生することになります。こんばんは。だるま、ありがとう。うん、うん、なんかメガネ、普通のメガネのレンズをくり抜いて見ました。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、目ほら、なくなった。おかげさまで治りました。てててたたらたんたらたらん、うん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 、めっちゃ白いです。ハロー、照れまかしー。この間さ、レナのさ、ここのテロップがさ、ハローになってさ、懐かしかった。懐かしさを覚えた。うん。ね、レナがハローになってた。だるま、ありがとう。うんうん、ふま、どうもありがとう。これはコーラ味と、でよく考えたら今日何時でもできたんだね。土曜日なの忘れてた。分かんなくなっちゃってた。あったねー。こんばんは。イカじゃないの、確かにイカに見えるね。アイラブユー、ありがとう。クマさん、ありがとう。しかも初見さんだ、ありがとう。クマクマ、長いからねこれ、めちゃくちゃ。どうもありがとう。ね、スルメっぽい、スルメっぽいよ、ほら。
んばんは。ありがとう。ハート、ありがとう。パチパチ、ありがとう。テーマ貸し。ビッグカツ好き？あんま食べたことないかも。ビッグカツ？なんか1回くらいしか食べたことないかも。ちょっと電波が悪いっぽいです。すいません。電波が悪いっぽい。単語ね、覚えたんだ。なんだっけな、テレマカシー、なんだっけな、ちょっと待って、テレマカシー、なんかね、覚えたの、なんか覚えたんだけど忘れちゃったな。ほら、ありがとう、こんばんは。テレマカシー、ママはね、いないよ、ここには。テレマガジーしてるって言ってるな。テレマガジーループ。テレマガジーループしてるのこれ。テレマカシー、なんだろう、なんちゃら文ですか、なんだろう、クモンとか、クモンですか、私クモンは可愛がってなかったですね。だるま、ありがとう。夏にまた日本に来るので、サラのためだけに K2 に行きます。ありがとう、 Thank you Thank you。ベルギーは英語でいいのかな。 Thank you。 待ってるってなんて言うんだろう、待ってるねーってなんて言うんだろう、ほらありがとう、待ってるねーってなんて言うの、 Nice to meet you、 フランス語でありがとうってなんて言うの、フランス語でありがとうってなんて言う？誰か教えて。発音もありがとう。なんて言うんだ。なんて言うんだろうな。ボンジュール、ボンジュール、メルシーボク、どうもありがとうございます。和食はヘルシー、落ち着いてください、私化してます、落ち着いて。あ、なるほどね。
フランス語や日本語もわかるね。ありがとう。こんばんは。腰低いね。腰低く入ってきたよ。すいません、こんばんは。腰低く入ってきた方がいました。二度目、ありがとう。こんばんは。こんばんは。どつこいバンジュール。久々に言った。久々に言ったわ、ここちゃん。ここちゃんのどつこいバンジュール。すごいよね、ドスコンボイジュール、ドスコイボンジュールなんてさ、思いつくのすごいよ。こんばんは。私は何もキャラがないからさ、ほんとに。でもなんかね、最近ね、私気づいたんですよ。12期の配信行くと、割と私推しって言ってた方が、なんかバレないように握手会行こうみたいなね、言ってる人いて びっくりしました。普通にびっくりしました。と思いましたね。だるまありがとう。だるまありがとう。だるまありがとう。サウキなんだろう。なに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 、なんだ、なんて言ってるんだろう。こんばんは。ね、びっくりした。普通になんかびっくりしました。なんか私12期は私だけみたいな感じで言ってたら、なんかバレないように行こうと思いますみたいな感じで、おー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 マイガーと思いました。オーマイガー、まさかのバレないようにって言ってるのにバレちゃってるっていうね。オーマイガーって感じです。 OMGどうもありがとう。こんばんは。飲み越えした。どうもありがとう。こんばんは。私はインドネシアから来た。テレマカシー。なんかね、覚えたんですよね。なんか一言覚えたんですけど、ちょっと忘れちゃって、なんだっけな。ここ最近インドネシアからの方いなかったからさ、ちょっと忘れちゃった、忘れちゃったな。だるまありがとう。いやでも全然なんかあれですよ、私のところに来てくれるなら全然他の人のところに行っても全然あれです。私はなんか他の、私に来てくれててね、他のところに行ってるならね、別に。こんばんは。こんばんは。こんばんは。うとうとしてたらテレマカシーで目が覚めた。テレマカシー、どうもありがとう。こんばんは。こんばんは。そうね。こんばんは。今何時だろう。今何分ですか。はーい。こんばんは。フォローありがとう。ありがとう。18分。まあ25分くらいまでやります。やります。
あ、どうもありがとう。20分になったら誕生日見ます。あ、どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。やっほー、でもありがとう。企画おめでとう。ありがとう、ありがとう。ビカビカありがとう。こんばんは。ね、私は果たしていつ帰るのかっていうね、問題が発生してます。こんばんは。目玉ありがとう。だるまありがとう。ちょっと切れてくれて嬉しいです。ありがとうございます。今日もかわいい、ありがとう。キャモちゃんありがとう、ありがとう。名古屋に帰ってこなかった、それはないですね。さすがにないということで安心してもらって。13位お星様、12位サータン、11位ボブ、10位サータン、9位サータン、8位強そうな人、7位サータン、6位サータン、5位猫、4位バツマル、3位サータン、2位ウルトラマン、1位強そうな人。ありがとうございました。本日もありがとうございました。スーパーファミコンなんかさ、どっか行っちゃってさ、なんか探してみたんだけど、どっか行っちゃってめっちゃ探してるんですけど、もしかしたらもうないのかもしれないなって感じです。やりたかったということで終わりにしたいと思います。バイバイでした。バイバイでした。バイバーイ。6位だって、ありがとう。松坂牛頑張るぞ。